見苦しいところを見せたな。この通知を総務省へ送り、それに記載された仕事を各部門に手配するよう言ってちょうだい。それと回答祭ではやるべきことがたくさんあるけれど、どんな些細なことでもきちんとやり遂げるのが大切だと伝えておいて。京子遊びに来たぜ。賓客の来訪を邪魔だなんて言うわけないわ。その様子だとリーユへの回答祭に来たのかしら。おう、陽子は今年の回答祭で何をやってるんだ。相変わらずいろいろな雑務よ。そうだわ、今年は総務省が花火大会を企画したの。ぜひ見に来てちょうだい。回答祭ではこれまで名称の灯火を空に放つことが祭りの中心だったけれど、ここ最近リーユエでは様々なことが起こったから、人々にはぬくもりと団らんが必要だと思うの。だからせめて今年はもっと特別な、一人一人に寄り添える形で祝うことにしたわ。花火をリーユエ各地まで送り届け、時間を見計らって一斉に点火すれば、燃えるような光と熱が人々の気持ちを結ぶ。それが総務省の決定よ。花火？それなら別のところでも見たことがあるぜ。リーユへの花火は何か特別なところとかあるのか？花火というのはもともとリーユへのとある発明によるものなの。リーユへの先祖たちが初めて花火を作った時、それを爆竹と名付けたわ。強い光と大きな音を発するから、毒蛇や獣を追い払ったり、周囲への警告に使ったりすることができたのよ。昔の人々はみんな外で農作業をしていたから、連絡を取り合うのに不便していた。だから爆竹の大きな音は必要時の伝達手段として使われていたの。リーユエ港が正式に開港した後は人々の生活も良くなり、百里も離れた場所で農業をしたりする必要がなくなったわ。次第に爆竹に頼らなくなっていったというわけね。けれど爆竹を使って開墾に励んだ先祖たちの精神は風習として人々に受け継がれた。だから爆竹は花火の前身なの。爆竹を改良したものを回答祭期間中に放つことで、私たちは先祖たちのたくましき精神を称えているのよ。すごい、リーユエのものって歴史が深いんだな。あなたたちももう慣れているでしょ。歴史が古ければ古いほど、その土地にある一つ一つのものが持つ価値は高くなる。それがリーユエよ。花火に関する事務は国政に任せているわ。もし興味があるのなら、私と一緒に彼女を訪ねてみましょう。花火の設置場所をもっと増やさないといけないわね。城内だけでなく全面的に考えないと。警察層の人々も回答祭を過ごすのよ。しかし国政様、そうすると予算が。
予算というのは何かをうまくやるための最も適切な費用のことよ。もし今の予算では適切に処理できないと思うのなら、総務士に申請をしてもう一度算定してもらうよう頼みなさい。我々の目的は回答祭の開催を成功させること。予算はそれをよりうまく計画するためのものよ。本末転倒になってはいけないわ。あ、かしこまりました、国政様。ええ、それと安全は第一に確保しておきなさい。あら、行幸と旅人、君たちが来るなんて珍しいわね。旅人は回答祭に参加しに来たの？ちょうどあと少しで準備が終わるところよ。花火の設置場所の見直し、それと関連施設の確認よ。日常の仕事と大差ないものね。正直それらの仕事は部下に任せても構わないものだと思うけれど、あなたもう何日も忙しくしているし、そろそろ休んだ方がいいんじゃないかしら。些細なことよ、これくらい何ともないわ。宝義、悪いけど新しい計画を作ってそれを署名にまとめて総務士に提出してちょうだい。私は城内に行って花火の設置場所の状況を確認してくる。また後で戻ってくるから。旅人、君は大切なお客様だし、今はちょうど仮設でもある。城内に残って祭りの雰囲気を存分に楽しんでいってね。宝義、さっき言ったこと全部覚えたかしら？はい、全て承知しました。ならいいわ。行幸、旅人、私は先に失礼するわね。行幸様、それにそちらの旅人さん、私もこれで失礼します。国政様から数々の計画を任されましたので、もう一度新しい計画書を作成する必要が、急がなければ。あ、危うく忘れるところでした。旅人さん、ここに花火の筒があります。あなたが興味を持つかもしれないので、会った時に渡すよう国政様に言われていたのです。手先が器用な方ならこれを使って自分だけの花火を作れるはず。もし時間がありましたらぜひお試しください。おいら全然話に入れなかったじ。いや、話に入る勇気がなかったって言った方が正しいな。お前もそう思うよな。国政の気迫が前よりも増してる。それに以前よりも忙しそうだ。なんでだろう。仙人がリーユエコーの統治を人々に任せるようになってから、民を導く責任は我々七聖が受け持っているの。私たちは様々な領域の重要な仕事を引き継ぎ、それを適切に処理している。とは言っても全てを自分で行うのはやっぱり大変なことね。今まで回答祭関連の事務は広州が担当していたの。でも彼女の父が高齢なため、今年は他の部門へ移動してね。だから回答祭の仕事が私と国政のところにまで来たというわけ。私が責任者を担当し、人々が待ち望む花火大会を国政が担当しているわ。これは非常に重要なことだから、最も信頼できる人に託すべきだと思ったの。国政は自分自身に厳しく、仕事に対する熱意も持っているから最適な人選ね。確かにすごく厳しい人だよな。ええ、他人にも自分にもとても厳しいから、追い込みすぎて何日も仕事を続けている。私はそれを長期的な解決策だとは思わないわ。過ぎたるはなお及ばざるがごとし、リユエ人なら誰もが知っている道理よ。もちろん私も彼女を説得したけれど、
国政の性格はあなたたちも知っているでしょ。どんなに言葉巧みに話す人でも国政を前にしたら解き伏せられてしまう。旅人、あなたは国政と悪くない仲だし、見聞も広いから私の代わりに彼女を説得してみてくれないかしら。さすが旅人ね。国政を説得することは容易じゃない。あなたの助けがあれば私も安心できるわ。私はこれから軍玉閣に戻って事務処理をしなきゃいけないの。お先に失礼するわね。国政のこと任せたわよ。本当に国政を説得する方法があるのか。教皇ですらうまくいかなかったんだよな。それに誰かを説得するにはその人が感じてることを理解する必要がある。国政はずっと忙しくしてて休む暇もないから。そんな浅い理解じゃうまくいかないだろう。もう一回考えてみようぜ。もっと重要で深いところにある思いってなんだろう。それかこういうことに理解があって信頼できる友達に聞いてみるってのはどうだ。え、勝利に？おお、確かに頼りになるな。聞いてみよう。今は王城堂の活計をやってるから王城堂に行って勝利を探してみようぜ。